はい、どうも。4月19日ですね。4月の19日に、飼育の日ですね。飼育。育てる飼育の日ですね。飼育の日に、記録、体重測定、肉体の様子を撮影した動画、撮影いたしましたので、まずはそちらの方ご覧ください。どうぞ。4月の19日です。4月の19日4月の19日相変わらず肩はねあれなんですけど、体重ほとんど変化なし、見た目も多分ほとんど変化なしだと思います。いいんです。4月19日木島歩きです。4月の19日月曜日。あら、ごめんなさい。よいしょ。あら間違ってごめんなさい、間違えました。しかもペットもしてるし、よいしょ。4月の19日月曜日です。よいしょよいしょと。93.9、29.3、よく覚えてないけど 93.9、まあ誤差の範囲内ですね。まあまあでもいいんですよ、これで。はい、あざっす。はい、今こうやって鼻をかきながらスタートしたんですけど、どっから映り出してるかちょっとごめんなさい、わからないです。ということで、結果いくつだったっけ。93.9 か、確か 93.9 キロですよね、でした、その前がいくつかはごめんなさい覚えてない、確かね 94.0 だったんじゃないかなと思ってるんですよね。 94.0 だったんじゃないかなっていうふうに思ってます。もうじゃないと思ってるじゃないかな、だったんじゃないかなと思ってるって言ってる時点で、おいと木島しっかりしろと、何をやってんだ君はという話になっちゃうんですけれども、まあこんな感じで毎回ただ食べるだけの動画も、こういった動画についてもそういうふうにやっておる木島でございますけれども、そう 93.9 で 0.1、そう 100g か変化したっていうことなんですけども、これもそれこそですよ。まさにたくさんの方々がおっしゃってる通り、そんなの誤差の範囲だろうって。10キロ20キロでも誤差の範囲っていうことをおっしゃってる方もたくさんいらっしゃいますので、もうそれどころかっていう話ですよ。もしかしたら履いてるパンツが生乾きだっただけで 100g ぐらい増えるんじゃないかとね、カラッカラに返したら150円ぐらいいるんじゃないかというふうな、それ確かにね、それ僕もそう思ってます。だからってじゃあすっぽんぽんのすっぱだかで体重計乗りますかと、そしたらそんなことはできませんよ。なぜかって映り込むんです。映ってしまうでしょ、あの体重計がね、ちょっと反射してますから。僕がすっぱだかで乗ったとしたら、そこにちょっと映ってね、技術加工する技術なんかが高い人なんかはそれをパッチンコ、まあちょっと待って、今のはそれこそまた切り取ったら変なことになっちゃうから、今のはパチパチしてやったらね、もろ出しの状態になっちゃう可能性がありますから、そんなことはできない。そうですよ、髪の毛が伸びた、髪の毛を切った、それだけでももしかしたら 100g ぐらい、まあそんな毛量ないからな。まあ木島君そんなに髪の毛の量がないんで、散髪ぐらいのことでそんな風になるとは思いませんけれども、まあ、とりあえずというか、まあ誤差の範囲内でマイナス100だったんですけど、これちょっとね僕正直意外だったんです。意外、これ引き続きですけど、最近はねむしろ食べるようにしてるんです。むしろバッカバカっていう意味じゃなくて、ずっと一日一食、ずっと何年も一日一食で、たまに遠征試合とか今日はちょっと出かけたからとか、そういう時は2食3食ね、お店のねあんまり行かないところのお店のやつとかでやってきて、で去年の何月からかは1日どうか日本対戦にするってことで、1日2回3回食べることが増えて、メイン1食プラスカップ焼きそば、晩酌も入れて3の日があったり、メイン1食と晩酌の日があったり、メイン1食とカップ焼きそばの日があったりとか、そういうふうにして2とか3ね食べることが増えてきたりしたのが去年のいつ頃からか。でも基本メインは1食っていうふうにやってきたのを、今回っていうか、まあ何ヶ月か前から、何ヶ月も経ってないかなるべくですよ、なるべくちゃんとね、しっかりとご飯を食べていこうと。ご飯をお米についてもそう、そういった意味でのご飯もそうですけど、食べていこうと。3食、3食ね、そうしっかりとっていこうじゃないかというふうにしてるわけですよ、してきてるわけです。それはもちろん2食になったりする時もありますよ。日によっては1食になったりする時もある。それそうなんですけど、なるべく3行こうっていうふうにやってて、でずっと1とか2でやってきたもんだから、3食べたらもうあんまお腹減らないとね、減ってこないということで、だったらもう葉っぱだけだったらお腹減るんじゃないかっつって、葉っぱトマトとかそういうのたくさん食べたりとかしてやってて、そう米の量が足んねえんじゃねえかっちゅうふうにしてなってたんですけど、まあそのおかげというかそのせいだったのがね、まあ、最初はドカドカっと落ちてきまして、でもこれじゃいかんと、いくらなんでもね、まあ、言っても月に3、まあ、1か2ぐらいで十分なんだという気持ちでやっておったのに、そんな一気にね10キロとかそんなもうとんでもないよ木島君ということで、自分にね、まあそのおっしゃる通り甘いって、そんなね1ヶ月で1キロ2キロなんて、そんなのもうあれじゃないかという誤差の範囲内を続けていてどうすんだっていう話もありますけれども、まあまあしっかりと時間をかけてやろうということで思ってるんで、1か2行っても3だと思ってるのに行き過ぎてたのは、多分もうまた食べるのもじゃあもう葉っぱだけ勝ちとくかとか、もうなんか減ってないしな、動画撮影してないやつですよ。トマトと葉っぱパックご飯にね、卵かけご飯ふがまいにして食べるかってでも1パック食べるかと。そしたら朝の話だとしたらですよ、昼なんかね作ってご飯食べて撮影したいと思ってるのに、これ食べたらお腹減る、今でもあんま減ってないのに、じゃあ半分でいいかとかね、そういうふうになってたりしてたんですよ。それをねちょっとむしろ食べるぞ、食べるんだ木島君ということで今やってきてるわけですよね。まあラーメン食べに行ったり、もちろん弁当も買って食べたりしますからね、そういうのもあって、そうするとまたこうやって減ったりとかして、そうそう。でもやってるのにもかかわらず、まあ、100g、 まあ本当変化しなくてもいいと思ってるぐらいなんですけど、まあね、年内ということではなくて、まあ、ずっともうできる限り長くいろいろね、こういう体作りっていうことを続けていきたいと思ってますんで、まあ、長い目で見てやっていこうと思ってるということなんですよ。何ですか、何の話してましたっけ僕。そうなのに100減ってたから、これはちょっと意外だったと、むしろ増えてもいいだろうと思ってたんで、で皆さん運動してないんですかと、運動しろとか運動してないんですかって、どんな運動されてますかとかいう質問やらアドバイスやらたくさんいただいておってですね、これあんまりね、今の時点では答えないようにしようと思ってる。なんでかってね、まあ、正直言いますよ、めんどくさいから。何かめんどくさいって、例えば1日5分歩くようにしてますって言ったとしますよ。そしたら5分で何が運動なんだと、そんなの運動と言わん、これ1時間歩いてますって言ったとしますよ。何が1時間だと、1時間ぐらいで歩いてるとか運動してるって言わねえだろうと、これ2時間って言いますよ、3時間って言いますよ、これなんつったってもうどうそうなっちゃうんですよ。なのでめんどくさいんでそういう話もしない。例えば「へーんってやってますよ」っつって、何分やってますか、何回やってますか、これ100回やってます、何が100回でそれが何キロで100回、全然そんなの運動したうちに入らないよと。200回入んないよ、3回で、そういうのがめんどくさいごめんなさいな本当にそうなっちゃうのがめんどくさいんで、細かい話はあんまりしないようにしています。またそれね、ああ言ったらこうなってこう言ったらこうなって、やってないっつってもやってるっつってもどうしたってどうにもおかしくなっちゃいますから。そうなんです。まあでもなんとなく時間をかけて作っていこうというふうな考えで行動はしております。ご安心ください。それとそう、今日長くなっちゃったな。うわめちゃめちゃ長い、めちゃめちゃ長い。まあどうせ見てないからいいでしょうね、最後の方までは。じゃあなんで喋ってんだっちゃう話なんだけど、ですね、この感じでゆっくりにしていこうと思って、まあうまいこと言ってるんで、むしろ増えたり減ったりっていうのはその可能性も非常に考えてますんで、ありえるだろうと。これ4月の25日の日曜日に公開するでしょ、この動画で。そしたらもうこっから月1にしようかなと思って、月1毎週月火水あたりで計測する、測るっちゅうのは続けますよ。絶対の約束じゃないけど、なるべくそういうふうにして月に4回とか5回とか分からんけどの測定記録はつけていく。こうやって週ごとにつけていく。そして発表というかこの報告は月末あたりに、だから次はだから5月の末あたりにする。でその次は6月の末あたりにする。で7月の末あたりにするというふうにしていこうかなっていうふうに思ってます。そうそう、これ絶対決まるわけじゃないけど、そういうふうにしていく予定です。でその1ヶ月ごとに体重が減ってるかもしれないし増えてるかもしれない。でもそれは少なくとも年内は必ず毎月報告をしていって、だその見た目とか体脂肪率とかも気にしていこうとかいうふうに思ってるって話もしたんですけど、このね体脂肪率っていうのが厄介でね、これ何をもってどういうふうに測定してるのか、僕は詳しい機械の話はわからないんですけど、昨日と今日でもまた全然違う、同じ重さでも全然違うみたいなのがあって、これちょっと難しいぞと。まあもちろん気にするようにはしますよ、気にするようにもします。重さも気にする、で体脂肪率とかそういうのも気にする、その出てくるやつねも気にするけど、わかんないからあれ昨日あれっていうのも結構あるんですよ。だからもちろん見た目も気にする。あ、そうそう。ということでまあそういうことです。月に1回の報告にしていこうと思ってます。次この報告のこれ系のダイエット経過報告の動画を皆さんにこう公開するというか、もう報告するのが5月の末ということになりますので、また1ヶ月、ゆっくりと見守っていただければなというふうに思います。ということでまあ、この最後の方皆さんほとんどの方見てらっしゃらない、確認もしてないだろうと思いますけれども、ということですので、また来月、よろしくお願いしますですね。健康第一、ミスター健康木島です。ミスター健康木島の体づくり計画、分かりやすくするためにダイエットというふうにした、計画の報告動画でした。それでは頑張っちゃうど、あっちゃうどじゃない、来月よろしくお願いします。